この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りします。皆さんお元気ですか？20年くらい前に私視力矯正手術というのを受けまして、ずっと見えてたんですけど、最近どうも暗いところに行きますとね、よく見えないなっていうことがあったんです。それで20年ぶりにコンタクトレンズを入れてみました。するとですね、まあ遠くはよく見えるんですけれども、今度手元の細かいのが見えなくなったんですね。これ年重ねるといい塩梅になるっていうのはなかなか難しいものがありますね。さて、北海道から毎週発信、酪農情報専門チャンネルデイリーナビ TV、 今回も酪農に携わる皆さんにためになる情報をお届けしてまいります。今回は北海道東部の別海町、1958年に入植し3代目となる久保牧場をご紹介します。家族3人の家族経営で、飼養頭数はおよそ200頭、作付け面積は130兆、年間出荷乳量はおよそ1140トン、広々としたつなぎ牛舎で牛のことを第一に考えながら経営しています。番組では初登場のつなぎ牛舎用の搾乳ロボットを導入、その素晴らしさも伺ってきました。まずはフリーストール牛舎のように大きくて広いつなぎ牛舎をご覧ください。2012年ですね、2012年の3月にちょっと雪害がありまして、本牛舎が半分倒壊してしまったんで、その年にそのまま資金借り入れして、つなぎ牛舎を新しく新築させていただきました。作っていただいたところが町内の、会社で、カーコンフォートに力を入れている、会社さんだったものですから、そこにお願いして相談しているうちに、牛を使用するにあたってやっぱりつなぎ牛舎は少人数で、回せるっていうことで、僕はつなぎ牛舎を希望して、それともう一つが力仕事、やっぱり牛の体重に対して人間はちょっと力が弱すぎるので、なるべくなら作業機が入って補助してもらえるような牛舎にしてほしいっていうふうに頼んで、この形になりました。やはり、牛の健康と、乳量維持のためにはやっぱり食べ物からということで、粗飼料生産には、注力するようにしています。はい、牧場の特徴としては、今このつなぎ牛舎があったので、いつもお世話になっているミルク屋さんから、一応ロボット搾乳機を導入するっていうしていることが多分一番特徴的ではないかなと思います。国内でまだ十何台しかないつなぎ牛舎のロボット搾乳機になってます。カナダで、今入れてる機械の前身なるロボレオっていう機械があったんですけども、それを動画で一回拝見してて、でいつかこういう機械がもしかしたら日本に入ってくるかなっていうのはすごく感じてたんですが、両親がやっぱりどんどん高齢になって仕事が難しくなってきた時に、100頭のつなぎで搾乳を維持していくためにっていうことを考えた時に、やっぱりロボット搾乳機も視野に入れていいんじゃないかっていうことで、少しずつ考え出して、カナダで、すごく稼働してる状況がものすごいいいっていうことを聞いてたので、で補助事業の申請も一応通ったので、導入することに決めました。初めての
試みという形で、まあ、世界にここの会社しか作ってないという形の中で、今カナダのまあミルクマックス社という形から、まあ、輸出したのは日本が初めてです。で、日本でも今我々今年で足掛け、まあ、導入から4年目で、まあ、11台動いているという形の中で、基本的にはやっぱりその投資額がやっぱりできるだけ少なくで、まあ、今雇用がなかなか望めないという中で、目的がいろいろな方がいます。完全省力化の人もいますし、ある程度牛の能力を、まあ、2回搾乳ではちょっと足りないと、ただ省力化する上で3回までだったら大変だという形で能力を上げるという形、まあ、この2つのものをやれば、まあ、ロボットの代金としては人件費の削減と入力アップとで採算的には導入しても合うと、今の時代に逆に合ってるんかなという形は自分も思います。まあ、できるだけそれで普及して結果を出していただければという形で我々も動いてます。フリーストーンの場合はロボットの方に自らこう歩いていかなければならない、その行動がない限りは搾乳できないというものからいくと、このものに関しては確実に、時間も例えば1日2回では12時間サイクルで確実に搾乳してくれるというのは大きな違いだと思います。で、牛の改良を含めてそういった規則正しい、動き、搾乳に関していくと、かなりそういったあの時代のニーズに合った牛の改良を含めて結果も出てる機会かなとは思います。まあ、具体的に言えばできるだけ投資を控えた中で、省力化したいという中からいくと、方法として今現在の既存の牛舎にロボットがつく方法がないかというようなのが一番多いですね。あの既存の牛舎につけれるという形で、今フリーストールのロボットですと 大概の場合はあの新規にあのフリーストールも一緒にあの投資しなければロボットがつかない、結果的にロボットするがために牛舎を建てなければならないという形からいくと、トータル的な、まあ、イニシャルコストからいくとですね、既存の牛舎が使えるということですんで、まああの価格的には投資額としては、まあ、少なく自動化ができる方法の一つかと思います。あの基本的にですね、あの大体のつなぎ牛舎にはつけれるようになってます。床の幅としてはですね、大体1700、1メーター70ですね、から大体2600、2メーター60までの範囲であれば、ある程度な形では取り付け可能です。今一つのサイクルがスタートしてます。で、今現在牛の後ろのポジションについて、今このステップが出ました。で、次に牛を後ろに下げるがためにローラー2本が前の首の方に移動して、これで牛を交代させます。で、ちょうど今がポジションに収まった状態ですね。で、この次にまず乳頭の洗浄から始まります。で、今ローラーブラシが行って乳頭を各1本ずつ洗浄かけてます。で、この状態でも落ち着いているように牛も反芻しているぐらいリラックスしているっていう形が分かると思います。で、この後ですね、ユニットの装着に入ります。で、赤いチカチカしているのが、まあ、レーザーで乳頭の位置を検知してます。さらにこの牛の乳頭配置がコンピューターの中で登録されてますんで、その2つの要素で今1本ずつ乳頭を感知してライナーが装着されてます。今ここで画面上4分棒に対してだんだんこのグリーン装着して牛乳が流れたらグリーンに変わっていきます。それに伴って
各乳頭の乳量の出方がグラフによって表示されています。上の方はいろいろ乳頭の真空圧ですねっていうのが一応グラフ上で表されています。で、各この色分け、分棒ごとの色分けによってこの4本の線のどの分棒がどういう牛乳の流れをしているかっていうのも分かります。で、これが先ほど話した搾乳用のコンピューターの方です。で、こちらの方が一応この牛の動いてこうポジションを感知していろいろなものをする稼働する側のコンピューターになります。この2個が合わせ持って一つの体操ロボットとして稼働しているというような状況です。一番はやっぱり100頭の搾乳が苦ではなくなったということですね。はい。今ロボット搾乳機で60頭絞って、手のパイプラインで、40頭絞ってるんですけども、搾乳時間が大幅に削減されて、なおかつロボット搾乳機の方は高い搾乳を今行ってまして、そちらの方で、非常にピーク時の乳量が少し増えたっていうところが一番大きな利点でした。搾乳だけでだいたい4時間取られてたものが今2時間かからないぐらいまで削減できましたんで、その分、牛の管理の方であったり、また総飼料生産の時期になればそちらの方にやっぱり注力できるようになったので非常に助かってます。ロボットはやっぱり労働時間の削減と、あとまたゆとりある酪農経営に非常に有用なものだというふうに感じております。いや、初めて見ました。つなぎ牛舎用の搾乳ロボット、これうまいこと牛を引き込んで搾乳するんですね。搾乳時間がほぼ半分になったそうですから、これ導入して正解でしたよね。で、今ある牛舎に取り付けられますので、コストもかからずに済むところも大きな魅力ですよね。さて、後半は乳質向上のための取り組みや今後の目標などを伺いました。ロボット導入前からもそうだったんですけども、やはり牛の体細胞数と接近数にはやっぱり少し気をつけてますね。やっぱ乳房炎の早期治療と、あとは粗飼料生産ですね。さっきからちょっと何回も言ってるんですけども、やっぱり良質粗飼料の生産がやっぱり乳質向上に一番大切なことではないかなと思って一応実行するようにしてます。やっぱり年間の更新率の更新率をなるべく上げることと、あとはやっぱり多層種根板で植生をやっぱり気にして粗飼料収穫をするようにしてますね。土作りで言えば、やはり土壌分析とあと施肥設計は、肥料屋さんと密に行うようにしてます。それとあと総飼料収穫の方ではやっぱりステージ生育ステージとあと天気とやっぱりなるべく自分の判断の力もそうですが、やっぱり人の感覚とあとはなるべくすり合わせるようにして、やっぱり適出格っていうのはすごく気をつけてますね。そのために一人で、ワンオペレーションで、できる機械は一応揃えてるところですね。はい。それによってやっぱり適出格がすごくできるようになったって言えばいいかなと思います。はい。やっぱり、牛を通じて、たくさんの方に出会えたりとか、あとやっぱ牛作りをやっぱり継続的に続けて、やっぱりいい牛結果が出た時と、あとやっぱり牛が調子よく牛舎の中で休んでくれてる時が一番やりがいを感じますかね。はい。やっぱり、牛にも人にも優しいっていうよりは楽しく仕事ができる牧場を作っていきたいと思ってます。この仕事をしてたおかげで、
出会えた人がたくさん、僕育ててくれた人がたくさんいましたので、やっぱりその方々のためにもやっぱり今踏ん張って、しっかり安定した経営ができるように、今後も頑張っていきたいなと思ってます。はい、現在37歳、まあ、これからが本当に頑張りどころですよね。まだまだ酪農を取り巻く環境は厳しいかもしれませんが、人にも牛にも優しい牧場作り、ぜひ頑張ってくださいね。以上、特集お送りしました。作業服や牛専用製品などを販売する大月から、夏アイテムの予約開始のお知らせです。夏場の牛の熱中症対策や脱水症状対策にと、大月で大人気のオリジナル商品、その名ももっとクールが予約開始となりました。ポリエステル素材と中綿を組み合わせた牛用のマフラーで、装着1時間後には体表温度がマイナス1.7度下がります。ポイントは水に濡らすだけ。たっぷりの水で濡らして首に巻くだけで冷たさを感じられますよ。今年はひんやり感じる雪山柄の親牛用に、テントウムシ柄の子牛用、夏といえばハワイの柄がニュータイプになります。もっとクール、気になった方は大月の牛アイテムの専用ホームページ、牛もで検索してくださいね。続いては全国の酪農家の皆さんが撮影した動画や写真をご紹介する、もっと知りたい遊牧場。今回はこちらです。1950年、石川県から1頭の木曽牛を導入しスタートした京都府京丹波町の鳥淵牧場。牛にも人にも優しい牧場をモットーに、出産から哺乳、人工授精を含めた酪農一貫経営を行っています。そんな鳥淵牧場は、牧場の堆肥を使っていろんな野菜を育てています。鮮やかな赤色の唐辛子に、土の中で栄養をたっぷり蓄えながら育った落花生、そしてツヤのある緑色のぷっくりとしたお豆が入ったそら豆などのたくさんの野菜。大切に育てた牛の堆肥で作る野菜は絶品。そんな美味しい旬の味をまた牛さんに楽しんでもらって、いい循環サイクルができています。ではクスッと笑える瞬間を最後にご紹介しましょう。どこの牛さんもやるんですね。お花ほじほじしています。そして分娩に入る1時間前の様子なんです。ずっとこの顔で生きんでいたみたいなんですよね。こうすると落ち着くんでしょうかね。さあ、遊牧場では皆さんの日常の牧場エピソードなどもお待ちしています。ぜひ送ってくださいね。続いてお知らせです。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン4月号はただいま発売中です。4月号は持続的な人材確保策とは、飼料の生産強化と省力化へなどが紹介されています。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン購読ご希望の方は、こちらデイリーマン社のホームページにアクセスしてお申し込みください。それでは皆さんにプレゼントです。
抽選で10名の方にデイリーマン4月号をプレゼントします。読んでみたいという方はこちらからご応募ください。番組ホームページに応募フォームがありますので、こちらからお気軽にご応募くださいね。お待ちしています。さて、デイリーナビ TV 次回の特集はこちらです。法人化して12年という北海道東部の白糠町にあるイブカファーム、代表を務めるのはこの方、3代目の伊深洋平さん、44歳です。良い牛作りを目指して共進会などにも積極的に参加していますが、中でも子牛から育てることの大切さを実感して、数年前からある取り組みをして効果を感じているそうです。伊深ファームの良い牛を育てる秘策を伺います。お送りしてまいりましたデイリーナビ TV、 番組公式サイトでは番組のバックナンバーのほか、スポンサーのウェブサイトともリンクしていて、最新の製品情報などもチェックできます。酪農を取り巻く環境は厳しいですが、デイリーナビ TV が様々な情報提供の場となって、酪農家の皆さんがこの苦境を乗り切るお手伝いができればと思っています。酪農情報ニュースでは、特集に関連した情報や魅力的な情報を提供していますので、ぜひこちらも活用してくださいね。そして番組公式サイトでは、今ご覧になっている YouTube チャンネルよりも一足早く最新作を見ることができますので、ぜひこちらもご覧くださいね。それではまた次回のデイリーナビ TV でお会いしましょう。この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りしました。